とチャチャちゃん手術が終わって今 ICU でちょっと高い部屋で28度ぐらいしてるので、そこで点滴をしてます。入院3人目、スピードは1時間に30のスピードで。こうやって触るとこれ眼瞼反射って言いますけど、まあ、これはあります。ただまだちょっととても眠たい状況ですね。で体温がちょっと低いのでちょっと温まったかくして寝ていくということになります。よいしょ。まあ、手術は無事成功、うまくいきました。